はい、おはようございます。サンダルです。多分1個か2個前の動画で、世界大会の会場限定のポケモンセンターで買い物してきたっていう動画出したと思うんですけど、そこで紹介してて、開封だけしてなかったやつがあったんで、この動画内でそれ開封しようと思います。まあ、これですね。まあ、がっつりパッケージにリザード映ってるんですけど、ちなみにちゃんとポケモンカードゲームの商品なんで安心してください。正式名称なんて言うんだろう。ソード&シールドウルトラプレミアムコレクションチャリザードっていうことで、まあリザードにね、リザードのグッズがいろいろ入ってる商品なんですけれど、これ結構欲しかったんですよねっていうのは、まあなぜかっていうと、ちょっと裏見ればね、まあ内容物わかるんですけれど、日本じゃ出てない限定、これにしか入ってない限定のイラストのリザード VMAX があるんですよ。うん、まあ多分この商品しか入ってないんですけれど、まあそれ結構欲しかったんですけどね。基本的にこれまあ海外限定商品になるんで、まあ普段なかなかね入手しづらいんですけれど、今年はまあ世界大会横浜であるということで、まあそこにね出展されてて買うことができましたと。ちなみにただこれ定価もクソ高いです。いくらだろう、ちょっと待ってね。なんと定価 17,600円。高すぎー高っ。なんか転売価格で1箱2万とか最近よく見るけどさ、定価で1万円後半って最近なかなか見ないよな。まあ限定商品とかだったらちょいちょいあるけど、今日はまあこのセットの中に入ってるね限定イラストのリザードが欲しくて買ったんで開封していこうと思います。ただ海外限定のパックも結構入ってるんで、まあそちらの開封要素もあるかなというところで開けていく。てかやばいよな、冷静にこれ1個1万8000円すんのにさ、なんか世界大会のポケモンセンターに入った瞬間、なんか財布の紐ガバガバになるんですよね。まあ、これ多分あるあるだと思うんですけれど、なんかね謎にアドレナリン出るっていうか、あやばい、なんかこれも欲しい、これも欲しい、これもやばいみたいな感じで、なんか気づいたらさ買い物からパンパンみたいな感じで、なんか俺以外の人も全員そうだったわいやこれとこれ買えればいいかなみたいなさ感じで、まあ、みんな言ってんだけどさ、気づいたらレジでなんか10万使ってますみたいな。まあ、僕含めそんな人ばっかでしたね。いやでもこれすごいな、さすが高いだけあって、なんか化粧箱みたいなやつもちゃんとしてるわ。どうやって開けるんだろう、こうかな、よっ、ちょっと待って、おお、なんかマグネット式っぽい、はい、こんな感じで、え、すごっ、あ、プラマ入ってんのか、すげえ、ここマグネットになってて開けたらこんな感じで、これ多分こう抜くのか、え、怖っ、はい。じゃあ、プレイマットっすね。ちょっと待って。一旦、内容物全部出してから、紹介するわ。多分、プレマと、なんか引き出し式になってんだけど、怖っ。ほら、こんな感じで、ここに引き出し3つあるんだよね。なんか、前、ザシアンとかザマゼントのやつも、なんか似たようなあった気がするな。そうっすよね、多分。はい。これがスリーブ、なんか同じ柄のやつ多分、日本国内でも売ってたんじゃないかな。VMAX ってか、あれか、もうすでに1個前のシリーズなんだよな。これ限定の、ダメカンダイスでいいのかな、はい、6つ入ってます。重いっすね、結構。これいいな、もうちょっと、なんか10個ぐらい入ったら使いたいんだけど。で、これも、やっぱ、結構豪華っすね。作りはしっかりします。金属製の毒と火傷マーカー。火傷マーカーもこれあれだわ。スカバイシリーズになってからさ、ちょっと変わったじゃないですか、デザイン。ちょっと地味懐かしいっすね。で、これが限定コインかな。多分これと同じ柄のコイン。リザードン VMAX のスターターに入ってたと思うんですけど、それの金属製ですね。はい。これコインとしては間違いなくカードに傷つくと思うんで使いません。で、おー、パック量産入っとるわ。そうか、V スターマーカーもね、入ってますね。では海外だとね、こういうマーカーとか基本的に結構アクリル製が入ってるんでいいんですけど、日本だとね、なかなか紙製以外のマーカー手に入れづらいんですけど、まあ最近はそうでもないかな。ちょっとパックめちゃくちゃあるんですけど、これは後ほど開けようと思います。なんか多分2、3種類のパックが結構入ってんだよな。これでもさ、これ多分あれなんだよな。無限大な VMAX 入ってるパックなんだよな。もう使えないんですけど、まあ海外版なんでどうせ使えないんですけど、これ。これ傷ついてないといいな。この中にね、まあ、このリザードン V は、なんだっけ、V スターユニバースとかに入ってるから、まあ、皆さんもご存知かと思うんですけど、この中にね、何枚か入ってるんだけど、限定のイラストは、のリザードン入ってるんですよね。おぉ、このコード入れると、ゲーム内でリザードン入手できるのかな。PTCJ な、俺やってねえんだよな。これもパックっすね。パック多いな。パック多いわ。はい。っていう感じかな。そうっすね。へぇ、これいいね。なんかデッキケースとして使おうかな。え、なんか入ってんだけど。おー、なんかこのさ、この、上側にさ、薄い収納スペースみたいなとこあって、挟まってましたね。これなんかカードリストとか、そうっすよね。カードリストではないけど、まあ、はい。
冊子がついてます。でプレイマットがまあ多分基本的にあのスリーブと同じ柄だとは思うんですけど、よいしょ、そうっすね、一緒っすね。おお、かっけえ。これ確かプレイマット自体は日本国内でも発売あったんじゃない、このデザインのやつ確かボケ戦でありましたよね。はい、まあ、ただ海外のやつはね、日本国内のやつよりも基本的にちょっとサイズが大きくて、あとあのカードのねこの枠とかがないんで、まあ言っちゃうとあのポケカー以外とかでもね結構使いやすいっていうメリットがありますね、海外製は。はい、あとこういう枠とかねちょっと嫌う人もちょいちょいいるんで、そういう人らは結構こういう海外製のプレマ使ってるイメージありますね。同じあの日本で出てる、日本国内で出てるプレイマットと同じ柄でこの枠がない海外製のやつを使ってる人っていうのはちょいちょい見ますね。で、これよ、これのために俺は1万7千も8千も払ったんよ。この中に入ってるねリザードンに用があるんですよね。ちょっとカメラアップにしますか。はい、じゃあ開けましょう。まああの剣盾シリーズってね、あのこのルール持ちのポケモン基本的に V とあと V スターと V マックスがいるんですけど、リザードン基本的に全部登場してて、それの一番レアリティ高いやつが入ってるんですけど、一番レアリティ高いイラストがね、はい、そう、このまずこのリザードン V は V スターユニバースにも入ってたんで、まあ見覚えのある方もね多いんじゃないかと思います。でこれはいいんだけど、この次かな、おこの次っぽいな。じゃあちょっと先あの違う方こっちかな。この V スターもね基本的に多分 V スターユニバースにかな、 V スターユニバースかなに入ってたと思うんで、これも見覚えあると思うんですが、さあの V マックスだけね、こういうスペシャルアート系出てなかったんですよ今まで。で、それがここの海外セットにだけ入ってて、それがこいつなんですけど、おー、かっけーなー。やっぱこれさ、日本で出してほしかったな、マジで。かっけー。これ限定っすよ。国内じゃ出てないですからね。レリーフのシーンマジでかっこいいな。リザードン VMAX の、まあ、日本国内で出てたらなんだろう、スペシャルアートレアみたいな感じなんですかね。か、まあそうですね、スペシャルアートみたいな感じですね。かっけー。これのために買ったんすよね。これなー、日本で出してほしかったなー。はい、なんで出さなかったんだろう、出せや。はい、これでようやくこの3枚で、まあ、V、V スター、V マックスのフルアート揃いましたっていう感じっすね。いやかっこいいな、やっぱリザードン V マックスいいっすね。巨大5円、あれ巨大5円で合ってるよなって感じするわ。 G マックスワイルドファイヤー、はい、まあとりあえず、まあ、こんな感じなんですけれど、よいしょパックをマジで、てかさ、このパック全部なくなったら1万円とは言わないけど数千円安くなりそうだけどなまあちょっとせっかくなんでね、これ全部開けてみますか。何が入ってんだ、ブリリアン、これは多分 V スターユニバースなんですよね。これは多分、無限大な V マックスとかあの辺のやつで、フュージョンストライカーこれフュージョンアーツなんですよ。ちょっと待ってごめん、どかすか一回。海外ってあの同じパックでもなんか何種類か、パッケージ自体に種類があるんですよね。これはあれかな、ソークストリーム、ちょっと時系列中に並べるわ、あの日本国内のこっち古い方ね。こうこの辺はそうですね、まあこれ見れば分かると思うけど、ソークストリームとか、ジュラルドンとか EV ヒーローズあたりかな。でもなんかビビッじゃあこれビビットボルテージだからここだ、こうか。でこれがロストオリジンなんで、おーかっこいいねパッケージが。これロストアビスとかっすね。アストラリー、これは去年からありましたね、はい、これはオリジンディアルカパルキア入ってて、ブリリアントスターズ、でもある、わかんない、でもアルセウス入ってるからこうか、こうだな、はい、多分こう多分こう、昔でも多分レギ落ちしてる日本だと。でここ総空とか、あのレッグーザとかジュラルドンとか EV ヒーローズ、これがフュージョンアーツでしょ、うん、多分ミュウとかですね。でこれロストアビスとかその辺で、ここがあれですね、オリジンギャルガパルキア、こことかはあれか、そうですね、うん、なんか去年もダーセ WC って買った覚えるな。でこれが多分 V スターユニバース的なやつなんじゃない、でもわかんねえな、アルセウスいいんだよな。ちょっと待って、これだけあの後で中身見ます。じゃ一応古いやつから開けていくか多いなぁ。ちょ、早送りっていうか、あれになるかも。はい。ダークネス・ア・ブレイズ。はい、開けます。これ一応ね、PTCGO で使える。もう今 PTCGO じゃないのか。PTCGL で使える、多分コード入ってると思うんですけど。よ。これだっけ？あ、そうそうそう。これがね、コードなんですよ。ゲーム内で使える。はい、いきます。多分これが、剣盾の D レギュラーなんだよな。で、真ん中の方に光ってるカードか、リバゴラ絶対1枚入ってんだよな。あ、そうそう。こういうね、海外限定のミラー仕様のカードが入ってるんですよね。まあ、もう性能覚えてねえわ、こいつ。はい、このパックはなんか光ってるカードはなさそうだな。マットパーティー入ってるやん、ローズタワー、ナッツ。
やばい、ちょっとこれ早送りにしようと思ったけどさ、なんか懐かしすぎて懐かしすぎて普通にはかどるかもしれん。これね、ビビットボ、これあれよ、仰天のボルテッカーとかよ多分ね。こっからピカチュウな、ピカチュウ VMAX のなんかね HR が出てほしいっすね。そうか、この時はな、あれなんだっけ、サポートがダンで、ルリナ、斎藤とかっすよね。ちょっと開けるの汚いんですけど、申し訳ないです。あの、パック手で開けるために生きてるんで、申し訳ないです。これ、仰天のボルテッカー、これ、仰天のボルテッカーとか、その辺、多分。うわぁ、このリオル、あ、このリオルってまだ使えたっけ？ああ、ダンデのミラー仕様だ。はい。人雷の目覚めも懐かしいっすね。そうね。はい、って感じかな。で、こっからは、まだ日本国内だとレギュレーション上使えるやつなんだよな。これ、送空ストリームと、マテンパーフェクトだな。やっと出てきたわ。なんか V とかね、SR1 枚ぐらい出てほしいですね、せっかくだから。どこに入ってんだろう、この次ぐらいかな、入ってるとしたら。なんかピカチュウのミラーちょっと需要ありそうだけど、ピカチュウファンの方、あげますよ、これ。どこであげるんだろうな。これも同じパックっすね。あれだ、なんか V ズの SR 欲しいわ、せっかくなら。あれそうだよな、これ。あ、ゾロアかわいい。そうっすね、このゾロアが EV ヒーローズだから、まあ、その辺が、やばい、なんか、当たんねえって思ったらなんか変なカード入ってたわ。なんでこれ、技2回使えるやつっすよね。デルタワイルドじゃなくて、全然関係ねえ。待って、なんか、デルタフローって何が言いたかったんだ、俺。なんだっけ、なんかありましたよね、古代能力、昔。いや、ガチで、はい。この話わかる人、ポケカ中年なんで。なんだっけ、アルファグローを、まあ、いいや、はい、なんでもいいです。はい、行きまーす。あれかな、こうかな、同じパックっすね。はい、行きまーす。かわいい。こんなポーズいたっけ、パンプキンピット。かわいい。あ、なんだっけ、こいつ、羽根っこだっけ。なんか、新カラーに地味にそう、いそうっすね。はい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 。はい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 。なんかさ、こういう海外のパック開けてるとさ、あれなんですよね。あ、次、フュージョンアーツかな。はい、海外のパック開けてるとさ、なんか、日本国内の、日本語目当てゲームになるんだよな。はい、ここはミュー VMAX とかが多分出るはずなんで、まあそう、多分そうだよな。あれでもなんかそうじゃないカードもちょいちょいあるんだよな、くっついていて。一撃エアームとかなんか一瞬入れようと思った時期もあったな。これはなんだ、フュージョンアーツ以外には何なんだ。やばい、なんか EX1 枚ぐらい欲しいんだけど。はい、EX か SR せっかくなら1枚ぐらい欲しい。あ、夏いな、この一撃ビリ。なんか懐かしい気持ちが先行してしまうんだけど。あ、なんか言われたぞ。こういうなんか実用的なカードのハイレアリティって日本国内の公式大会で使えないからさ、いらないんだよな。じゃあ誰かタンプレであげるか。誰かのタンプレであげるわ。はい。タンプレでこれもらう可愛いそうな人誰だろうな、俺の身近で。一番、今日から数えて、一番俺の身内で誕生日近かった人にこれあげるわ。可哀想。あ、V 出た。あれこれで、ファミポケに入ってたやつっすよね。3210。ガチでシンプルだよな。あ、まあ、日本国内だとね、まあ、スターターとかに入ってたやつもこんな感じでパックに入ってたりはします。ありがとう。おー、パワーダブレットだ。ニューな、ニューちょっと欲しかったな、英語版の。いや、まあ、別に、その一瞬嬉しいだけでいらないんだけどさ。次、ロストオリジン。まあ、これ、ロストアビスとかその辺のパックですね。基本的に海外って、まあ、日本の中、日本で出てるパックが、まあ、だいたい2、3個一緒くたになって、一つのパックに入るんで、ちょっとむずいな。むずい。ちょ、闇遊戯のパックな方するわ。まさきアンズとデートしてる時の闇遊戯のパックの開け方するわ。こいつはいいカードを引いたぜ。光の封殺剣ね。はい、いきます。ガチでさ、なんか、もう、じじいすぎるんだよな、話が。あ、ロストプロワイド、いいっすね。まあ、使わないんですけど。あ、ギフトね、あ、ロストしていいっすね。まあ、使わないんですけど。そうか、これ、ダークファンタズマも一緒になってますね。かわいい。このパッケージいいな。やっぱ、ゾラークかっけえよな。特に、翡翠。翡翠ゾラークはね、かっこいい。翡翠ゾラーはかわいい。俺が好きな開け方はこれっすね。これなんか綺麗に、パックもなんか綺麗に保存できていいんだよな。はい、いきまーす。これもさっきのロストと一緒なパックなんで、この次だから光ってる。あ、なんか SR だ。おー、ギラティナ V の SR 出た。かっこいい。すげー、ギラティナ V の SR だ。かっけー。あ、これね、ちょっと地味最近使いますよね。
はいはい、アクロ、まあロスギラ組めるやん、まあ、組めないっすけど、かっこいいなギラティナ V、 なんかロスギラ好きな人にあげよう。これアストラディアンスは、これはあれっすね、タイムジャグラースペ、タイムゲイザースペースジャグラーかな。はい、いきまーす。よいしょ。まあ、ディアルガパルキアとか、ちょっと見てみたいっすね。せっかくなんで。イーブ、イー、はいはいはい。あ、あとなんだっけ、俺、逃げ犬が2個減るやつか。はいはいはい。なんか、海外のね、レア枠のカードは、なんか、カードの縁は光ってなくて、こんな感じで、なんか、イラストの背景だけ光ってるんですよね。結構特徴的というか。あれ、これ、バトルリージョンとかも一緒になってんのか。バトルリージョン、タイム、ゲイザー、スペースジャグラーか。一緒になってんのは。ういっ。なんかもう一枚ぐらいポケモン V とか出るといいっすね。そういえばサポートの SR の、海外のサポート SR の光り方ちゃんと見たことないからさ、なんか一枚ぐらい出てほしいな。かまどう、かまど炭治郎。電木の海外、だから結構ね、海外のポケモンとかトレーナーの名前とか、意外と日本と違うやつもあるんで、まあ、それもたまに見るとおもろいっすね。はい、いきまーす。はい。これ3パック目だよな、多分。うん。ああ、レジドラゴンのミイラー。かっこよいとは思ったことないな。かっこいいとは思ったことないな。で、これが、多分 V スター、いや、V スターゲーバスこの時出てないか。じゃあ覚えてない。これの発売がいつかわかんねえんだよな、俺。多分シャイニースター V か、でもアルセウス映ってるかな。多分 V スターユニバースとかなんだと思うんですけど、どうすかね。まあ、開けてみればわかるんだけど。これ、竜のブレードのガブ。リアス、竜のブレードってでもまあ、はるか昔、いやでも最近のやつも竜のブレードだったね、まあいいや。でも多分そうだよな。V スターユニバース臭いけど、違うのか。で、あ、でもこのビップ入ってるからな、ちげえわ。あれこれどっちだ、全然わからんぞ。別にこっちは、ただ多分これ再録パックではあると思うんだけど、特に V 確定とかではないっすね。はい、いきまーす。あと2パックかな、これ含めて。はい。あ、なんか出るかな。 SR ね、もう一枚が出たらかなり上振れだと思いますけど。ああ、取引。取引レパルダス。あ、でもこれスタートデッキ100のやつ入ってるから、やっぱそうだな。うん。そんな昔のやつじゃないな。じゃあラスト1パック。いや、海外のパックはパッケージかっこいいっすよね。別に日本のもまあ、かっこいいと思うんですけれど。よいしょ。ほい、ラスト1パック。開けてみりゃいっちゃん気持ちいいわ。ほい。なんか、VS 版だけか。ちょ、もう一枚、もう一枚ぐらいくれ。ふっ、ふっ。おー、ミミッキ VMAX 出た。ミミッキ VMAX が、これあれか。VMAX クライマックスか。でもちげえな。それアルセウスいない。まあ、いや、はい。まあ、なんでもいいです。どうせ使わないんで。はい、って感じかな。なんか一応 SR2 枚出ましたね。ギラティナとモココ。ギラティナ、かわいい。じゃね。両方かわいい。っていう感じかな。とりあえずリザードン VMAX のやっぱスペシャルアトレアっすよね。これ買う大きな理由は。多分、ここでしか手に入って、少なくとも国内じゃ手に入んないんで。はい。まあこれWCS のボケ戦終わっても、まあ買おうと思えば買えるやつなんで、はい、まあ興味ある方はぜひっていう感じですね。定価は高いですけれど。いや、でもかっこよかったな。はい。って感じです。まあこれから逆にポケモンセンター、海外のポケモンセンターとか WCS のポケセン行く予定ある人は、まあ良ければ気になったら買ってみるといいかもね。じゃあ、この動画はこの辺でお会いしましょう。バイバイ。